ぜひこういう勉強を通して、これを多くの方々に教えたい、発信をしていく、まあ、そういう役割も果たしていただければありがたいなっていうふうに思っています。研究次第認めろ。あなたの調査研究は優秀と認められたので、その努力を称え、これを称します。ありがとうございます。これからも頑張ってください。研究次第渡り用水についての研究、中川の恵み。これからも頑張ってください。研究次第休眠尿薬以下等です。世間の流行に合わせて化学染料のみになり、ミトグロは一度途絶えてしまいます。そのことを心残りにしていた益子英樹さんは、1982年に発行された郷土日立の取材をきっかけに、60年ぶりにミトグロを復元しました。藩内をくまなく歩き、使えるものを有効活用した光圀が、第五地方にたくさん自生していた八重節を活用しないわけがないと僕は思うのです。他の藩とは一味違うクールな羽織を着た水戸藩士たちを思い浮かべると、ちょっと誇らしい気持ちになってきます。水戸市の歴史には中川が深く関わっていることが分かりました。延長約 20km の渡り用水路で20の地区に送水していました。渡り用水は農地の考えだけでなく、桜川、千葉湖の水質浄化にも利用されていました。薬の作り方が記されたものでした。わらをもつかむ気持ちで休眠尿薬を活用していたのではないのでしょうか。一度途絶えてしまったものなので、記録が少ないので記録や資料を集めるのにとても苦労しました。とてもなんか努力が報われた感じがして、とても嬉しいです。水戸黒への愛情が伝わってくる優れた作品をありがとうございました。